飲むだけで痩せるリンゴ酢ドリンクをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲むと痩せることができるのかっていう、そのね、痩せるポイントがあるんですよ。逆に言うとこのポイントさえ抑えればあなたは痩せることができてしまうってことになるんですよね。ちょっと見ていきましょう。1つ目腸内環境が整うから、2つ目血糖値の急上昇を抑えてくれるから、3つ目脂肪燃焼効果があるから、4つ目弱アルカリ性に保ってくれるからということで、このポイントさえですねクリアできれば、もう本当にねこのリンゴ酢効果ってもうすごくダイエット効果が高いんですよね。なのであなたは今まででしたらどうしても太ってしまう体質のまんま、どんなにダイエット頑張ってもなかなか効果が出なかったと思うんですけれども、この痩せるポイントをクリアできた頃にはあなたは健康的でね、本当に綺麗に腸内環境が整って痩せていることができるんですよ。ではここから2つ目の項目です。何をということで、今回お伝えするリンゴ酢ドリンクのレシピで使う材料が持つダイエット効果をお伝えしていきますね。まずベースはリンゴ酢です。リンゴ酢は脂肪燃焼効果、要は脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があって、代謝が上がってその結果脂肪がつきにくくなって、また太るもとですね、糖質を取った時に血糖値が急上昇してしまって、その時に脂肪って溜め込んでしまうっていうのをこのリンゴ酢がぐっとね抑えてくれる効果もあるんですよね。よくご質問があるのが、先生あのお酢っていろいろあるけれどもなんでリンゴ酢なんですかっていうね、あのお声もよくいただくんですが、数多くあるお酢の中でもこのリンゴ酢が一番酢酸の働きが強いために、要は腸内環境がですね整う、腸が元気に動き出すっていう効果をね得ることができるんですよね。なので結果腸内細菌、痩せ菌たちが元気になって、どんどん、あなたは痩せ体質へとね生まれ変わることができるんですよっていうことをお伝えしています。でまた食欲も抑えてくれる効果もありますし、もう私たちね女性にとって嬉しいむくみ改善の効果もありますから、見た目もキュッとすっきり細くなっていきましょうってことです。そして今回のですね美味しいリンゴ酢のドリンクに使うフルーツはシトラス系のもう爽やかなものをね選んでみました。そのうちの一つがオレンジを使います。オレンジはあのイノシトールという成分でね、もう脂肪をどんどんこう溜め込まずに済みますし、またねお通じの改善にも役立ちます。そしてコレステロール値も下げてくれたり、フラボノイドが入ってますから免疫力のねアップということで、今こんな状況ですからしっかりとね免疫力も上げてウイルスに負けない体を作っていただきたいなと思って選びました。そしてもう一つシトラス系といえば爽やかなねやっぱグレープフルーツですよね。で今回の材料では赤いグレープフルーツと、白いグレープフルーツ両方使ってみたんですけれども、どちらにしてもグレープフルーツってちょっとこう苦味がありますよね。その苦味がいいんですよ。このね苦味成分のナリンギンのおかげで食欲を抑えてくれたり、また血中のね脂肪酸も分解、どんどん脂肪をね分解してくれたり、むくみ改善の効果というのもねこのグレープフルーツでゲットすることができるんですよ。ではいよいよ最後3つ目の項目です。どのようにということで、作り方ですね。まず材料、作り方、実演の動画をご覧くださいね。ではまず材料は、今回はですねシトラスサワードリンクということで、もうほんと爽やかなねシトラス系のフルーツ使ったドリンクなんですけども、材料はねもちろん原液ですよ。このまま飲むものではなくて薄めて飲みます。でリンゴ酢がね 200ml、それに対してシトラスミックス、私が今回使ったのはあのイオンさんであのマックスバリューで見つけたんですけれども、オレンジとこのグレープフルーツが2種類ね入っている冷凍のもう皮が剥いてあるもう便利なもう簡単にね作れるものを選びました。でもし あなたもね近くにこういったのがなかったとしても、例えばグレープフルーツだけの冷凍のものでもいいですし、もちろんフレッシュのねオレンジであったりグレープフルーツとか皮を剥いて入れていただいても全然 OK です。そのもう私は今回もう簡単にできるのが大好きなので、シトラスミックス冷凍タイプを 100g 使いました。
で、また天然 100% のピュア蜂蜜を大さじ3と、この材料を入れる保存容器を1個ご準備くださいね。では作り方です。1、保存容器に材料をすべて入れてよくかき混ぜましょう。で、そのまま半日常温で置きます。2つ目です。そのままですね、冷蔵庫に入れてくださいね。で、2つ目です。で、その冷蔵庫に入れた瓶ごと1日1回ですね、取り出してこう容器を振っていただいて、約1週間毎日1回混ぜ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 したら完成です。で、飲み方としては3つ目、天然水 200ml に対してこの原液を大さじ1杯よく溶かして召し上がってくださいね。ではここから実際私が作っている様子、実演動画ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。もう簡単にね、作ることができるこの痩せるリンゴ酢ドリンク、ぜひね、あなたもすぐ作ってみてくださいね。で、ここでワンポイントアドバイスです。どんなに痩せる効果が高いリンゴ酢ドリンクでも、飲み方やタイミング、量間違ってしまうと逆効果ですよ。なのでここでしっかりと痩せるポイントを押さえていきましょうね。効果的な痩せる飲み方です。まずはできれば食前に飲みましょう。1杯、コップ1杯分ですね。なぜかというと、お食事をとるときって大なり小なり血糖値がやっぱりどうしてもね、上がるんですよね。そこをしっかりと上がる前にぐっとね、抑えておくっていう意味でも、やはり食前がおすすめです。ただし、どんなにいいドリンクでも1日2杯までにしてくださいね。だいたい大さじ2杯までが適量です。それ以上を1杯飲んだとしても、まあ、そんなに効果変わりませんよっていうね、エビデンスもありますから、そんなに頑張ってね、飲まなくても大丈夫ですよ。で、そしてね、まずは体質改善も含めますから、やはり1日や2日飲んだだけじゃね、効果を得ることは難しいです。ですから最低12週間は毎日 1,2 杯続けてみてくださいね。私がコメントいただく中で多いのが、本当お早い方はですね、もう2週間ぐらい経ったら1キロ、1.5 キロなんか自然に痩せてきましたという方もね、多いので、もう本当にね、まあ、コツコツですよね。何でもコツコツ、継続は力なりということでね、美味しく楽しく続けてみてくださいね。で、注意なんですが、もし今ですね、とかなんか胃の調子悪いとか、ちょっと胃が弱ってね、もたれてるなっていう時はお休みしましょうね。やはり強い刺激や強い飲み物ですから、弱っている時にこういきなりね、特に空腹の時に飲んでしまわれますと、炎症を起こしたり、刺激が強すぎて気分悪くなったりしてしまいますから、気をつけてくださいね。
さあ、いかがだったでしょうか。今回はもう爽やかな、ね、シトラス系のフルーツを使った痩せるリンゴ酢ドリンクのレシピをあなたにお伝えしました。日々のあなたの健康的なダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。